眼科のヒロマスです。今日はいただいた質問にお答えしようと思います。 ICL 受けた後は数年間同じ病院で検査必要でしょうかっていうね、引っ越し考えている方からですね。 ICL とかレーシックとか手術受けた時とか、ずっとそこで見なきゃいけないかもしれないのでっていう動画を他に上げたんですよ。で、それ見てくださった方のご質問で、ご丁寧にありがとうございますと。で、お答え先に言いますと、別にいいと思います。そうですね。数ヶ月はできれば見てほしいんですけども、そうでなければ、あとはお近くで見て、何かあったらそこで見ればいいんじゃないかなって。だから実際では私もそれこそ北海道から来て、緑内障、白内障手術の受ける方もいます。沖縄の方から来て緑内障手術、白内障手術をする方、小肢体手術する方もいます。で、地元で見てもらって手術と、その後ちょっとだけ東京にいてくださいと。安定したら地元で見てもらいますっていうふうにして、緑内障手術とか白内障手術とか、それこそ関西とか東北、四国、九州、山陰、いろんなとこから来てくださって、海外の人もね、お願いされたことあるんですけど、海外の人の場合はちょっと長めに日本にいてくださいってお願いしてます。その国によりますね。その方はね、確かね、東南アジアの方だったんですけど、ちょっとそこの医療体制だと厳しいんで、1ヶ月入れんだったらいいですよとか、って言ってましたね。ですね、アメリカとかシンガポールの人に関して言うと、じゃあうちでやってもいいかなっていうふうに言ったりしました。ただし、そっちで医療費かかるかもよっていう話して、お金持ちの人だったんで、まあいいって言ったんでやったりしたんですけど、まあ向こうでは普通に見てくれたみたいなんでよかったですけど、っていう感じが、まあ正直な感想ですね。っていうふうに思いますと。まあ、参考になれば幸いです。他にも何か疑問質問ありましたらコメント欄に書いていただければと思いますし、チャンネル登録もよろしくお願いします。